言語としての仕事は一般に自然言語の中で日常話者が存在しなくなったため実際には使用されていない言語を意味する。学校教育による支配階級の言語の教養、英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ドイツ語などの旧植民地支配勢力の言語が強まり、少数民族の固有言語は世界各地で絶滅の危機にさらされている。 日常話者が完全に存在しなくなった、死語であっても、古典アラビア語、ラテン語、古典中国語、古典ギリシャ語のような言語は、文章語として、現代でも使用されている。厳密に言えば、死語を、口語としての死語と、文章語としての死語、そして、完全な死語の三つに分けることが可能であり、上記の古典語は、口語としては死語であっても、文章語としては、死語ではなく、 故に完全に使用が絶えたという意味での死語でもない。この中でも古典アラビア語は最も広く使われる。話者が絶えてしまったために発音がわからなくなっている言語もあるほか、文字文化を持たなかった言語では存在そのものが絶えてしまったケースも見られる。この問題において最も顕著な事例としてはアメリカ先住民やアボリジニの各々の部族にそれぞれ伝えられていた言語であろう。 幸運にも民族学者やアマチュアの手によって録音が残されていたために解明される場合もあるが、250とも言われた各アボリジニ言語の大半は彼らが辿った歴史と共にすでに失われているとされる。一度死後となった言語から母語話者を再生させることは非常に難しい。歴史上、ヘブライ語においてのみこれが成功した例を認めることができる。ただし、ヘブライ語は 期限後一世紀以来日常での話し手がゼロの状態から復活したが、決して全く使用されない状態から復活したわけではなく、文章語として学者や聖職者などの教育のあるユダヤ人によって使われ、2000年近く継承されていた。19世紀のハスカラー運動により、ヘブライ語の文章語としての使用領域はそれまでイディッシュが担っていた世俗文学等にも及ぶなど、 格段に広がり、新語、外国語からの訳語の構築も、この時期に始まった。20世紀初めに、エリエゼル・ベン・イエフダーは、最大限の言語学的努力により、古典ヘブライ語をもとに再構築された、ヘブライ語を、自分の息子に教え込むことで、母語ア者を再生した。第2子供語として復活した言語には、マンシマ語やコーンウォール語などがある。ただし、 音表文字で記されていない限り発音が復元できないので古典中国語のような場合、口語としての復活は困難である。古代エジプト語の発音は一時期において完全に失われたと思われていたが、表記をアルファベットに置き換えたコプト語として現存するエジプトのキリスト教徒により存続していたことから解読が進んだ。また、コプト語を完全な仕事しないための保存調査。 復活運動が進められている。コート語や古代教会スラブ語ははるか昔に仕事、なったが、豊富な文献から、当時の状況がわかっている。プロシア語やフリギア語は、文献がほとんどないため、話されていた記録しか知られていない。トカラ語やヒッタイト語は20世紀になってから、新たに発見された死語であり、単なる死語でなく、インドヨーロッパ語族における、様々な新発見。 新研究の要素を含んでいた。ありがとうございます。